R さんと新平さんと組んだ2017のモンスターズ・ウォーについて覚えていることがあれば聞きたいです。あれはね、抽選で俺が R と新平をくじで引いて3人組作って、まあ、あのタイミングで考えうる日本最強のっていうか、史上最強の3人組だと思うんですけど、現役で言うと。俺はもう完全に優勝したなと。もうそのくじを引いた時点でね。で、あれ優勝賞金確か300万とか、モンスターズをね、チームで優勝すると300万円とかだったような気がするんですけど、もうもらったなと思ってたんですけど、結局、優勝はできなくて、なんやかんやでね。それって完全に俺のせいだから、ねえ、まあ、特にシンペーターともかく R 指定とかはさ、もう最強のままの印象でね、バトルからはちょっと退いてた人をわざわざ引っ張り出して負けのイメージをつけてしまったっていうのでね、俺はもうものすげえ申し訳ねえなと。ごめんねごめんねと二人に謝った記憶がありますけどね。まあ、バトル自体はね、基本的にはあの二人は俺が何言ったって拾ってくれるし、あいつら同士も拾い合うし、もうすげえ、なんて言うんだろうな、安心というか、何も心配することなくやったんですけど、そのなんていうか、逆に言うとスリリングじゃないっていうかさ、安定してて鉄板すぎるのもあって、やっぱジャッジとかは多少厳しく、まあ覚えてないですけどね、正直ね。その、ジャッジが不公平だったかどうかっていうのは覚えてないですけど、あの3人でやって普通に戦って負けるって想像つかないんで、まあそういうちょっとバイアスが働いてたんじゃないかなと、今になったら思いますけど、ちょっとわかんないですね。まあでもどっちにしろ俺のせいだなと。俺がね、引っ張り出して2人を。で、負けてるんでね、申し訳なかったなっていう、当然優勝しなきゃいけなかったなっていうタイミングだったと思うので、その説はすみませんっていう感じですね。感って聞いて若干下品なラッパーってなんでこんなに調子いいんだ。導火線にヒヒ簡単にミスイズ病に薬と免疫濡れた髪を乾かし何もない日にも与える価値。